重復活手に応援チャンネル当初、はい、今日は愛媛 FC との試合ニンジニエンスタジアムにて行われております。勝ちも想像できるけど負けも想像できるっていう、でも J2 に勝ちるんですよね。そうそうそう、愛媛 FC ワントップで松田力か森脇亮太がボランチの位置だ。さあ FC 岐阜は、あ、今日は TJ と藤岡の2トップだ、はい、そう今日は絶対勝たないといけないからもう連勝ですよ。両監督どっちも元アリスパですよ、石丸上野。おお、 J リーグウィニングイレブン世代だもう出来たての頃じゃないですか、ウィーレが下手したらもう上野、石丸、中原井使ったもん。中原井大輔、うん、やっぱ伝説のプレーしちゃったらね、言われちゃいますよ、ね、言われちゃうよ。だからそういう意味でやっぱプロ選手とかそう表に出るっていうのはやっぱかわいそうだでもあり、でも逆に昇格を決めたゴールとかもさ、ずっと言われ続けるじゃん。語り継がれますね。語り継がれるじゃん。かどっちで語り継がれるかだよね。いい方悪い方。いい方悪い方。あと造語できるでしょ。ゴール前で外すことを柳沢って言われるみたいなさ。もうあれね、QBK の一件でね、そういうことになりましたもんね。あのゴールキーパー南スローイング投げたら真後ろの自分のゴールでしたやつ。あった。あれはやっぱいつまで経っても忘れないよね。そんなバカなって、ね。そうそうそう。トスの赤星みたいなゴールキーパーいたじゃないですか。はい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 。でもなんかハイボール来てワンバンで取ろうと思ったらそのままポンと頭こたえて。ああ。ああいう時キーパーちょっと切れますよね。なんか恥ずかしいのかわかんないですけど。あ、切れるね。あれ何に切れてるのか人によって違うと思うけど。おお。危ない。いやー、松崎さん一瞬焦っただろうね。焦って左足ミスキックだから。こんな話してたら危な。伝説に残る。6月11日美穂ちゃん。沼津。でその次の週の6月18、相模原線、うん、はい、に事務所の子を連れて行っていいですかって。この間美穂ちゃんのライブ。ああ行ってましたね。行ったの、はいはいはい、18日に来るっていう子あったんだけど、はい、かわいい、へー、ハーフみたいな、ベッキーに似てる。まあなんかなんと見えないですけど、いろいろあったからベッキーかわいいですかね。だってそう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 、ちょっといろいろやっちゃっただけで。そう、元野球選手と結婚して。あ、片岡の奥さんですからね。そうそう、よかったよね。なんか多分あの例の一件も多分そんななんかね悪気がそうっていう、まあ、難しいとこですけど、まあ、悪女かって言われたらね、別に悪女じゃないんだよね。ちょっと過ちを犯しちゃったっていう。でやっぱあのそういうところをついてこのさっと入り込める片岡、やっぱ盗塁のうまさ出たね。盗塁うまかったですから、やっぱ恋の走塁もうまかったね。岡田選手ってあんま有名人とか女子アナと結婚しないですよね。そうだね、売れないモデルか売れないグラビアタレントを。そんなことないですよ。いや逆にさ、はい、超一流みたいなさ、芸能界で、あ、この人知ってますっていう人いなくない？そのモデルとか七尾みたいな。そうそうそう。いやまあまあまあなんというか、いやでも柏木の奥さんはだって TBS のアナウンサーですからね、元。まあまあね、だから特殊ルートですよね。だ柏木自体もやっぱ元日本代表っていうのもあるからあれだけど、牧野はだってあの人でしょ、水沢り違う違う、あったけど、ね、あったけど、まあ、あったけどまだ整形をね告白する前の水沢り、はい、整形してないって言ってた頃、第二のローラって言われた時のね、水沢りですけど、高梨凛だ。そうですね。ああ、でもなんかそういう意味で言ったら野球の方がやっぱでも大物って言われる人とこうくっつくってイメージはある。まあ、おめでたいことだ、ね。まあでもおめでたいことだからね。全然いいですか。全然。まあまあこんなのはね、誰が言ってんだって話ですけど。何なのかな。なんかそういうネットワークあるのかな。でもそっか、奥さんの友達とか。ああ、そっか。一回そこができちゃうと思う。そうだよね。でみんなで会食しましょうとか、なんかやりましょうとか、ご飯行きましょうとかなるともうループに入っちゃうから。そうか、そういうことか。女子アナと結婚ブームを古田とあの人、あ、中井美穂中井美穂がそう作ったぐらいので、そっから徐々に徐々になったから、
豊弘さんの理論で言うと、そっからじゃあみんなで食事しようになって、またカップルができて、どん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 増えていくっていう。あと意外と、まあ、そこはやっぱ年俸の差とかになると思うんだけど、行く店のグレードがやっぱり低くなっちゃうんだよね。まあね、そんな高級クラブみたいなの行けないから。4桁もらってんのって柏木とか雅人さんとかぐらいしか。うわー、いやられた、やられたー、松田力、いやー、やられたー、マジかー。いやー、今の松田ちゃん出て触れなかったの痛かったな。多分あそこまで読み違えてるってことは風乗ったのかな。全然違ったよね今ね。まあまあまあ、逆に早い時間だからまだ取り返せるよね。松田力ちょっと牧クロードに似てるな。いや、岐阜がねちょっといい展開だっただけにね、出会い頭の事故に遭いましたみたいな。なんか元レーソルの近藤が、はい、YouTube チャンネルかなんかで、はい、メルシーニョは戦術ないって言ってたよ。そ、名称と聞いてますよね。メルシーニョなんかモチベーション上げるのうまいんだって、選手の。へー、そうタイプで、バンバンあの入れ替えするし、ほんと最後の最後までわからないから、その控えの選手も、なるほど、腐らないっていう。そのやり方はうまいけど、戦術はない監督って言ってた。へえ。1年間全く同じ練習って言ってた。ああ、マジっすか、すごいっすね、それ。相手に合わせてこう落とし込むみたいな、そういうのしなかったっす。へえ。おっ、ああ、マジ、うわー、徳重のナイスキーパーじゃん、今。よく反応しましたね。いやー、あれ、逆突かれて、普通はね、あれはナイスキーパーだ。普通入るもん、あんな。1対0でございます。はい。ちょっとね、やっぱカット後だから、まあどうしても勝ち必要っていうのもあるし、その中で先制点取られるっていうのはもう、もう見飽きた。後半は2点取って、こうひっくり返してほしいと思います。はい。さあ、後半戦キックオフです。うわあ、ちょっといきなり。やばい。マジ？ちょっと。14秒。これ狙ったボールじゃないもんな。偶然とりあえず蹴ったっていうやつがなんか裏抜けましたみたいな、とりあえず抜けてくれりゃいいやみたいなやつが、うん、いやー、ここでの2失点目はちょっと痛い。よっしゃ、来た、よっしゃそう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 、ボール持って、そう、93年ドーハの悲劇の時の中山のように決めた後すぐ去年ってこういう状態になっても外しちゃう時ありましたけど、ね、あったけど今年バッチリ決めてきます、ね、うん、冷静、今年やっぱこのチャンネル見てるよねきっとね。厳しく言われた時多分へこむんじゃなくて、案外外れてもいねえんだよなみたいな感じで。なんであの知らねえやつにあんた見たこと言われなきゃいけねえんだってあいつただの芸人だろってサッカー選手でもねえのによって黙らせてやるその反骨心がやっぱ、なるほどね、うん、いや、いい方に作用してるじゃないですか。徳重って桜庭に似てません？あ、似てる誰か似てんなと思って、ね、似てるわ今の桜庭ね。そう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 、昔のじゃなくて今の。ああ、終わっちゃった。クソがそんなストレートに悔しそう負けた、こういうとこよ毎回。はい、2対1で負けましたね。まあゼロで負けないっていうのはまあまあまあ成長したかなって部分ですけど、この勝った次の試合でまた勝てないって、もうこれですよ、ここを勝てるチームになってください。もうそういうチームにしてくださいっていうだけですよ。もう
早い段階で 点数決められて、後半立ち上がりも点数入れられてと、まあ、偶然が重なった失点もありましたけどね、2点目はね。まあ、にしてもですよ、まあ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 、連勝できるチームなんなきゃと、これをまだ序盤と捉えるね、人がいるとしたら、もうそれはもう楽観的すぎますよ。ただ上がね、つまずいてくれてる分まだいいけど、確かに確かに、例年で言ったら、まあ1年通してできる負けなんて5敗前後じゃないですか、大体。そうですね。そう考えたら、ここで2敗は早いですね。何が足りないんですかね。何なんですか。まあでも、今日に関してはやっぱり、はい、杉田くんがこう抜かれた、1対1でこうやっぱやられて抜かれて上げられてるっていうところもそうだし、まあ2点目にしてもそうだけど、基本的に愛媛はもう弱点ついてきた感じだったよね。あの杉田くんのいるサイドを中心に攻めてくるっていう、あそこをウィークポイントとやっぱ捉えてたんじゃないかなと。で、松本歩ちゃんが入って流れがね、ちょっとまあまあ変わってっていうのはあったけど、あの感じだったらやっぱもうちょっと早く手打ってもよかったんじゃないのかなって気もするけどね。あの後半始まったすぐ、うん、そう。じゃあ MVP 選んでおきますか。はい、本日の勝手に MVP は松田力、はい、徳重健太2人です。おめでとうございます。やっぱりね、愛媛のマキクロードと桜庭和志がはいはい、まあね、複数得点決めた松田選手もあっぱれだけど、はい、前半のね、あ、これ入ったってやつをスーパーセーブで書き出した徳重選手もね、見事でしたよね。まあだからこの両名かな、ということでございます。はい、では次節ね。次節は FC 大阪戦でございます。はい。もう勝つしかないですよ。上がってきたチームにね、いきなり負けるなんてことはもう絶対許されないですよ。そうですね。今年は特に、はい、許されないですから。次節頑張って、勝ちましょう。そして、連勝をとりあえずしてくださいと。はい。はい、以上 FC 岐阜勝手に応援チャンネルでした。